性格のいいブス VS 性格の悪い美人、そうこっちどっちがいいか、そう永遠のテーマ、そうよく聞かれるもんな、性格のいいブス代表の方でいいですか。しぶしぶブスという自覚があるということは性格がいいということ性格の悪い美人代表はどなたよ。今日できた、よろしくお願いします。お願いします。横山ルリカちゃん。はい、横山ルリカです。よろしくお願いします。美人っていう発注受けたんですか。なんか一応そういう感じでお願いしますって言われたんですけど私美人なんできますって言ったんですか。言ってないですよ。私ブスなんできますって言いましたよ美人とは思ってないですけど性格悪くはないです。私は美人と思ってないって言いました。それはそれで悪いですよ。いや、なんでですか。なんでルリカちゃん性格悪いと思うん。そんな美人で性格いい人一人もおらん。そんなことないです。一人もおらん。見たことない。見たことない。地上で書類を落とした時に落としましたよって拾っていただけるかどうか、ルリカちゃんが書類を落として拾っていただけるかというのを。ルリちゃん、いった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 。あ、拾った。拾ってくれてる。何、ほら嬉しそうで拾ってる。なんで嬉しい。カバン置いてまで。ごめんなさい、ありがとうございます。すいません。ほら、めっちゃ優しいやん。ありがとうございます。振り返って会釈まで。嬉しそう、ルリカちゃんも。嬉しそうにすなよ。いや、すなよ。すごかった、拾ってくれた。すごかったやないよ。拾ってもらえてちょっと笑いながら帰ってきとった。そんなことない。性格の悪い顔してましたよ。そんなことない。してない。見とけよこれおじさんやん、もう。いっぱいサラリーマンの人来た。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ見てるけど、めっちゃ見てる。すっごい見向きもせず、めっちゃショックですよ今の。あれ泣いてない。あの通り過ぎた3人組めちゃくちゃニヤニヤ笑ってた。そう、東京は冷たい。東京のせい。じゃあ次行ったらもしかしたら拾ってもらえたかもしれないですよね。ブスを慰めてるんですか。どこからまだそのこと見てるんですか。めっちゃ性格悪いやん。違います。書類じゃあかんわ。書類検証その2、性格の悪い美人横山ルリカ本屋で検証。長身スリム絵になるな。なあ、私もなるんやろな。ならへんやろ。来い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 。さあ来た来た。ほらそっと近って。すいません、ごめんなさい。エビットめっちゃ自然だな。自然になってドラマみたい。あ、すいません。あ、どうぞどうぞどうぞ。本当にお手本みたい、うん、うわ、めっちゃいい顔した。めっちゃいい顔した。横山さんめっちゃ笑っててやんか。悪い顔してるで。どうしか消した。手触った。いや、こっち映ってなかったけどなんか胸チラ見そうですね。しながらフォトって。でもすごい自信ありそうじゃないですか、うん、なんかいけるいける。本当全然いける。本当に、うんうん、おじさんにしか見えない。来た来ました。うわー、ゆきちゃん好みやな。ほんで大きいなやっぱり。でもゆきちゃん普段逆なんとかするタイプの人やね。そう、怒ってるやん。怒ってる。何？どうした？震えてるから大丈夫？なんやねんこいつみたいな、なんか変態見る目で一言もしたない。ほんまや。これだけ。これだけ。うん。これだけやった。うん。ちょっと緊張してたんですよね。優しい。優しい。慰めてんの？いや、慰めてないですよ。慰めてるふりしてんの？性格悪いな。やる前からしてたの。もちろん譲ってもらえたけど、譲ってもらえず。となります。しょうがないな、あんなに睨まれたら。ここからすいません、お腹いっぱいになっちゃったんでこれ残り食べてもらえませんかって言われた時に、うん、どうなるかどうしたらいいの。あ、いいんですか、ありがとうございますって受け取ってもらえれば成功です。いける。いけた。いけた。あ、もういけた。いけた。やろう。さ、何来るとやってくれる。来た。来たんちゃん。広い席に一人通されて。本当。ラーメンを。ラーメン。ラーメンの後この定食の残り食べる？あの、すいません。あ、すいません。あの、私ちょっとお腹いっぱいになっちゃったんですけど、もしよかったら食べてもらっても
いいですか、ちょっと もったいないなと思って。そうですか、はい、大丈夫ですか。いるっていいか。ごめん、すいません、ごめんなさい。すいません、ありがとうございます。嘘、なんで。ごちそうさまでした。すごいすごい、もらってくれたね。嘘くらない美人はない。もらっただけ。結構ってくれるし、食べるで。なるほどな、食べてくれ。よかったら食べてくださいって言ってる以上、食べてもらわんと、うんうん、言ったで、ほんまに。私、おるうちに食べてるわ、たぶん。カランコロンカラン言うたよ。来た来た。いらっしゃいませ。来た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 。見たかな、ちゃんと。緊張して、もう完全に髪の毛で、もうシャットアウトされてますね。ねえ、見てないね、向こう側。唐揚げ定食、唐揚げ定食。結構ガッチリ。違うもん、違うもん。でも揚げ物です。なるほどね。いや結構。すいません、あのちょっともうお腹いっぱいなんですけど、よかったら食べないですか。もったいないなと思って。あ、よかったら、はい、いいですか。すいません、うそ、うそ、ありがとうございます。ありがとうございます。食べて失礼します。え、受け取ったけど、トークにキスをこうやってやったで。めっちゃ離した。しかし彼も最後まで手をつけることはなかった。おう、やったったで。見た、見てたけど、うん、あの彼会計して出ていくまで、うんうん、一別もくれず、あのそのまま帰ったから。あ、まあいいわそれは、うん、何取ってくれたよ。え、取ってくれたよ、うん、いやいや強引にやけどな。一緒一緒一緒、まあ、でも取ってくれたのはすごかったと思います。何がすごかったよ。何がすごかったよ。この拍手一番嫌い。ゆけいさんにとっておきの場所ご覧ください。チンパンジーのスマイルくんです。特別ラウンドは性格は関係なく、本能のままに美人とブス、どちらがいいかをチンパンジーに選んでもらう。検証しようと思います。いきますよ。はい、よーい、スタート。はい、それか、それか、それか、それです。ああ。嘘。嘘。瞬間もパッて見比べて、すごいね、本当に顔見てくれたんですよ。パッて見比べてこっちや。別にチンパンジーに選ばれんかったからって何もないもん。嬉しいですか。いや、すっごい嬉しいですよ。チンパンジーと結婚したらいいな。嬉しいだけど、すごく。本当、カツラまでつけて。別に全然悔しくないし。あ、飛んじゃった。別にトントン。頑張りましたよね。なんかちょっと心折れてるかなと思ったんですけど。心折れてないよ。乾杯やないねん。乾杯やないねん、あんた。ほんと、たま。もう帰るわ。あ、もう大阪がいい。あ、お東京住もうかなってロケバスで言ってたじゃないですか。言ってないです。お疲れ様でした。